パレです。チェロです。パレチェロです。はい、ファンパレやっていきましょう。いきましょう。今回ね、お知らせが来てましたので、一緒にね、見ていきたいなと思います。6個の項目ですね。はい、まず1つ目がメインストーリー15章追加ということで、こちらね、9月17日火曜日の15時からということになってます。メインストーリー、福岡文庫前編というとこで、1周年で後編までして全部終わる感じなんかな。なんか前、ファンミーティングでそんな感じで話してたよね。そうそう。どうなるやろうね。気になるよね、ねすごく。ほんとね、メインストーリーってさ、なんかアニメじゃないところで、なんかすごいお得感があるよね。うん。この結末がね、どうなっていくかすごく気になるんで、なんかあの、公式でなんか PV も作られてたんで、かなりね気合が入ってる感じが伺えますけど、まあ、その PV もねちょっと見ながら楽しみにしたいなと思います。はい、はい、続いて PC ログインで石ゲットということで、これもファンミーティングで言ってたやつかな。そうですね、うん、PC 版でログインすると石が500個もらえますと。ただ期間があって、これもね17日15時から、9月30日の24時59分までと。で、今月いっぱいですね、うん、ということで、これもまあ、ちょっとしてる人しない人いるかもしれないけどね、これは PC 版であのやってる人は必ずねログインして500をもらっときましょうね。ね、僕はねあの PC 版でやってる時もあるので、あの集会とかね、うん、そうですね、うん、なのでまあこの500ありがたくいただくんですけど、ポロさんはもらえないと。もらえませんね。ね、これ2つとかできるのかな、ちょっと怖くてさ、うん、なんか不正ログイン的な感じになりそうな、怖いなと思って、ね、俺のでしかしてないんだけどね、うん、はい、これもありがたくいただこうと思います。はいはい、続いてがね300日記念で石配布ということで3000個もらえると。えついにね1周年を間際にして、まあ1周年でもなんかもらえるんだろうけどさ、うん、これちょっとサプライズだったよね。そうだね、うん、これもね9月30日の14時59分までなので、今月いっぱいということになってますので、え忘れずに、これもね3000個でかいからね、大きいよね、10連分ですからね、これもありがたくいただきたいなと思います。ありがとうございます。しっかりログインしましょう。はいはい、続いてね、グレード13解放と。ちょっと早かったなぁ。うわぁ、そっかぁ。まだね、育成が。まだね、全然12。ちなみに、ここにね、僕の方ちょっと出させてもらってるんですけど、うん、16体。一応ね、グレード12まで解放して、レベルマックスにしてるキャラたちですね。うんうん、で今ね、ちょうどね、グレード12でレベルマックスに全員していこうと思ってやってるとこだったんですけど、うんうん、まあ、これでね、もう終わりですよ。また始まりますね。また始まりますね。グレード13へ何体できるかわかんないけど、どうだろうね。まずパパ絶対するし、まあまあそうですね、うん、絶対するね。まずパパ最優先かな。うん、あとはやっぱ西宮さんと、まあそうね。どうだろうね。乙骨さんかな。うん、まあ、ここら辺はちょっと優先的にしたいなと思うんですけどね。皆さんも推しがそれぞれいると思うし、まあ推しなのか。よく使うキャラなのかっていうのはちょっとね見極めながら、グレード13結構大変だと思いますけどね、解放していきたいなと思います。頑張りましょう。はい、はい、続いて強化アイテム2倍ですね。これかなりみんな待ち望んでたんじゃないですかね。期間がね短いんですよ、うんうん、あ本当だ。17日の15時から20日の23時59分ということで、3日間。いやグレード13するからもうちょっとね、今月末まででも良かったんじゃねえかなって感じはするけどね。ちょっと2倍キャンペーン、かなりありがたいので、まあ多分ね、うん、散歩皆さん貯めてらっしゃると思うんですよ。この時のために。僕も貯めてますけど。ね、うん、まあ、ここでね、AP パックも全部開放して、ここで使おうかなと思ってますけどね。はい。なので、ここの2倍キャンペーン、必ず忘れずにね、AP を消化していきたいなと思います。行きましょう。はい。はい、で最後になります。新山市配布ということで、博多の夜と。これちょっと見逃せませんよ、僕たちからすると。見逃せませんね。いや、これ見たときね、どこの博多屋かって思って。そうだね。まあ、これでもあれだよね。多分、呪術廻戦の中のイメージの博多だよね。うんうん、どっかの場所をパクってんのかな。でも、こんなのないもんね。公園っぽいよね。あるんかな、天神の方とか行ったらあるんかな。どうだろう。博多だからね。博多、ね、まあ、俺も博多民じゃないからそんなに博多詳しくないけど、博多の公園の近くってことかな。なんか公園っぽくない？まあまあこなんか違う、そうだね、公園っぽい感じはするけどね、うん、
はい、ということで博多の夜ということで、しかもこれ配布ですからね。おー、まあ、ちょっと気になる性能気になるんですけど、だいたい呪術廻戦の配布斬士って強いからね。そう、うん、でここありがたいことにですよ、博多の夜が 1,2,3,4,5,6 ということでログインするだけで貫突できると。でしかも石も300、600か。600ですね、うん、なのでね、ここは絶対ログインしてね、博多の夜を楽しみたいなと思いますよ。ちょっとね、性能かなり気になりますけど、うん、すごく楽しみですね。はい、ということでポロさんどうですか、どれが一番気になりました？気になるのこれでしょ。いや、そんなね、金でしょ。いや、そんなことないですよ。あのやっぱストーリー、ストーリー気になってるんですよ、私。ああ、本当、うん、興味あったんだ。ローゼツさんが今どういう状態かっていうね。なるほどなるほど、ポロさんもガチャにしか興味ないかなと思って。いやいや、もうそんな、ここしか興味多分ないんだよ。いや、そんなことないですよ。なんか熱の入り方がちょっと違ったから。あと、あの博多斬首もね、あ、やっぱ福岡県民としては気になるところですよ。はい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 。で最後ね、あのこれファンミーティングで展開されてた画像なんですけど、まあ、ここが消化されました、うん、で、ストーリーイベント、これも消化だから、うん、今度中旬から末にかけて今度マップイベントが開催されるのかな。そうですね、うん、で9月はこれで終わりかな、うん、元凶戦もね終わったしね。あ、チキチキ待ってる。そうなんよ、そのチキチキが待ってるのとあと元凶戦のアップデートっていうのね、ちょっと10月気になるところですけど、まあ、あとはここのね、いつものやつというところですね、うんうん、はい、なのでまあ9月は、まあ、これが一番でかいのかな、でかく書いてるしやっぱりね、うん、でその後はチキチキですか。チキチキですね、うん、元凶戦もね結構面白いじゃん。今回かなりあのライブで苦戦して結局クリアできないというね軽たらくを見せてしまいましたけども、うん、ここのアップデートっていうのは どういうアップデートかが気になるね。気になる、うん、でこのチキチキはちょっとサブコンテンツ的な感じ、ちょっと弱い感じ、うんうん、そんなにあの強めなイベントではないっぽかったから、まあ、まずはここで、まあ、ここも多分あの EX5 とか6とか出てくるんじゃない。あ、そうだよね、うん、まあ、まずは普通にクリアしてそこの攻略出せるのかな、うん、多分ねもうみんな早いからね。早いね、もう早いから俺それ見てクリアしたりするからね、うんうん、なのでね、まあ、ここら辺も楽しみではあるんですけど、10月こんな感じでやっていって1周年を迎えるというところですね、うん、この11月の1周年に向けてというのがあるので。そうですね、楽しみですね、楽しみですね。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。